先週に引き続き今回も呉特別編ということで素敵なゲストと巡りたいと思っております。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。鈴木福君でございます。よろしくお願いします。もうね、どういうふうに呼ぼうかなと考えてて、はい、福君だったりもうそれこそ福さんなんて呼ばれてるじゃないですか。そうですね、そういう時もありますね。ね、だからもう悩みに悩んで鈴木ちゃんって呼ぼうと思ったんですけど。いいですよ。いいですか。全然僕が呼びにくいんで福君でいいですか。あ、もちろん、はい、すいません、はい、行き当たりばったりの旅にお付き合いいただくのは鈴木福さん。ドラマに情報番組に幅広く活躍中。熱烈なカープファンとしても知られます。私もオープニングトークの台本はいただいたんですが、ね、はい、それ以外は一切見てないので、はい、僕も何するんですかってマネージャーさんに聞いたら、台本ないんだよって言われて、とにかくまあ本当行き当たりばったりにはなると思いますけども、はい、呉の魅力とことんね、はい、探っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう、はい、こちらでございます。行きましょう行きましょう。こちらっていうのもよくわかんないのよ、一応こっちに行こうってだけで。二人が訪ねたのは呉中央桟橋ターミナル。福君にまず体験してもらうのは呉湾の観船巡り。船の運航に当たっております吉田と言います。吉田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、吉田さんはやっぱり自衛官だったっていう。そうですね、元 OB ですね。はい、すごいすごいですね。遠くはどちらの方まで行ったとかあるんですか。まあ諸外国ですね。はい、いろいろといいっすね。聞いたくか、諸外国。諸外国。出発前に受付に併設されたショップを覗いてみます。柿の種もオリジナルなんですか。自衛隊オリジナル。そうですね、こちらもオリジナルですね。唐揚げ風味ですって、はい、まあ、いろんな味がありますね。カレーと普通のと唐揚げと、はい、これなん、まあ、カレーは分かるんですよ。なんでこう唐揚げがみたいな、まあ、それぞれあの基地であの特別にあのそこでレシピとして作られているものがありますので、あ、まあ、海上自衛隊だったらカレーで、航空自衛だったら唐揚げとかですね。へえ、はい、すごい。福君ちなみになんでこう海上自衛隊はカレーっていうあのイメージがあるか知ってる。曜日の金曜日の話ですよね。毎週曜日感覚ずらさないために金曜日カレーを作ってカレーを食べるっていうのは知ってます。正解です。ありがとうございます。すいません、知ってました。マウント取りたかったな。もともとはですね、土曜日食べてたんですよ。それがあの週2日制になって金曜日の昼に変わったという。はい、あ、だからもう休みがちゃんと増えて金曜日になったいうことですね。元自衛官の吉田さんから豆知識を教えてもらったところで、いよいよ出発時間に。クルーズ船に乗り込みます。こちらが船内で。福君、はい、どうですか。まずちょっとね、屋上の方に来て。いや、そうですね、このね、ブルーが綺麗で。ブルーが綺麗、色から入るのかい。この色から触ってると相当時間かかるぞ。潮風を浴びながらの35分のクルージング。二人の前にまず現れたのは、でけえな。でかい、大きいね。こうやって見ることないじゃない。これちなみにあの長さどんくらいあると思いますか。福君どれくらいじゃ思う。400〜500メーターぐらい。あ、そんなにはないですね。そんなにない。これが365メーター。あー、でも結構結構この目線ってないですよ、うん、巨大なコンテナ船の次に現れたのが海上自衛隊の船です。海上自衛隊で一番ちょうど今あの呉基地が見えてきたので、うんうんうん、まあ、今日入港している艦艇は、まあ、海上自衛隊 の護衛艦をイメージされるんですけども、護衛艦以外にもいろんな船がいます、ここは。はい、これから潜水艦が見えてきますので。あ、見えた、見えたよ潜水艦。うん、海上自衛隊の潜水艦というのは動力型潜水艦などでバッテリーで動かします、ね、それを今充電している最中、はい、充電であの煙が出るんですか。あの水蒸気が出るんですね。冷却水を回しているので、まあ、珍しい方ですかね。スケジュールは
事前に把握できないですよね。あ、できないです。対応することだから。はい、じゃあ見れたらラッキー。そうですね。おお、はい、じゃあ充電してる姿見れてラッキー。本当ね。水のとこ上から見るっていうのもね、なんか新鮮で素敵ですね。そうだね。目線が同じっていう。もっといや見上げるとか。そうですね。なかなかできない経験ですもんね。はい、なかなかないと思いますね。停泊している艦艇は日によって異なるため、何度乗っても見応えがあります。海から眺めると呉の街並みもまた違った表情を見せてくれます。船の街を海から眺めるクルーズに船員さん認定です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。